アイドルグループ、乃木坂46が22日、神奈川、横浜アリーナでメジャーデビュー11周年を記念したバースデーライブを開催。アンコールでは、副キャプテンの梅澤美波、24が3代目キャプテンに就任することが発表された。現キャプテンで26日のコンサートをもってグループから卒業する元気、キャプテンの秋元真夏、29が新キャプテンは梅澤美波です、と発表。2019年9月から2代目キャプテンを務めてきた秋元は2021年11月から副キャプテンとして私のことをサポートしてくれた。副キャプテンという役職に就く前からグループをまとめてくれたり、みんなをサポートする役割を果たしてくれた。梅にやってもらえるのが一番嬉しいと絶大な信頼を寄せた。梅澤は声を詰まらせながら3代目キャプテンに就任することになりました。梅澤美波ですと挨拶。副キャプテンになってからはいつかこの役割を担う日が来るのかもしれないと気持ちを強く固めていました。でもキャプテンだと言われた時にすごく動揺している自分がいて、この立場になって初めて真夏さんが背負ってきたものの大きさに気づきました。すごく重みのあるバトンを受け取ったと思っていますと重圧を明かした。26日のコンサートで最後の一期生である秋元が卒業する。世代交代の渦中にあるグループをまとめる立場となった梅澤はこれからの乃木坂を引っ張っテイクには、この重みや怖さを吹き飛ばす力が今の自分には必要なんだと思っています。後輩たちが伸び伸びと不安な気持ちなく活動できるようなグループを目指して、そしてファンの皆さんが楽、真で追いかけられるグループにできるように、私なりに少しずつ頑張っていけたらと涙で誓った。この日は、2012年2月22日に、フルカーテンでデビューした記念日。デビュー11周年ライブは、この日から26日まで5日間で、各日1万2000人、合計6万人を動員。最終日の26日は、最後の1期生で、2代目キャプテン、秋元真夏の卒業コンサートとして開催される。